リッケンバッカーの 90th Anniversary 480XC をご紹介いたします。こちらの 480XC ですけれども、まあベースの世界ではですね、馴染みの深いこの4000シリーズのシェイプのボディですけれども、このギターのバージョンを480というふうに名付けられて、1970年代から80年代にかけて、10年ほど生産された480というギターがあるんですけれども、それをモチーフにしましてゴージャスに、仕上げたものがこちらの特別仕様でございます。何が特別仕様かと言いますとですね、この正面からご覧いただきますと分かりますが、この見事なこうフレームトップですね、こちらなかなかレスポール系でも使われないような見事なフレームドトップがあしらわれています。そして、特徴的なのはこのバインディングですね。このチェッカーバインディング、実にこの手の込んだバインディングなんですけれども、このフレームメープル、これを際立たせるですね、アクセントの罫線といいますか、きりと見事なコントラストを作っています。そして指板にはですね、リッケンバッカーの象徴でありますトライアングルインレイですね、こちらもですね、クラッシュドパールトライアングル、もう本当にパーロイドをこう砕いたようなですね、ちょっと角度によってこうキラ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 光っちゃうという、こういうゴージャスなインレイが入っております。ちょっと材質の方をもうちょっと見ていきたいんですけれども、指板の方はですね、これはマッカーサーエボニーといいまして、この島黒炭と言われてるんですけども、エボニーの中ではちょっと明るめな、ちょっと島のね出るエボニーなんですけれども、音の立ち上がりを鋭くするというような役割も担っております。この 480XC ですけれども、本来ですね70年代に発売されたものはデタッチャブルネックだったんですが、今回はなんとスルーネックなんですね。メープルのスルーネック、こちらをフレームメープルのボディが挟んでいるというオールメープルですね、ボディネックは、ということでクリスピーなサウンドとサスティーンを強力なものにしています。ピックアップはトースタートップのピックアップ、こちらもブラックに塗装されておりまして、ここの辺がセンスのいいところかと思うんですけれども、マットブラックですね、このエスカッションのあたり、なかなか渋い仕上げであります。そしてブリッジもこちらは本来ですね70年代のものは違うブリッジがついてたんですけども、今回はシャーラーのもので安定性を確保しています。コントロールですが、スイッチはこちらでブリッジ側、こちらでネック側、そしてミックスですね。コントロールはボリュームが2ボリュームとトーンが2トーンということで、ちょっと配置が普通のねギブソン系とはちょっと違いますから、こちらがボリュームですね、こちらがトーンになります。そしてこちらが近年のリッケンバッカーに欠かせないスイッチなんですが、プッシュプルになっておりまして、プッシュするとスタンダードプルでヴィンテージサウンドが出るというような仕組みになってます。それではネック側のピックアップから音を聞いてみましょう。ではミックスポジションを聞いてみます。それではブリッジ側のピックアップです。ブリッジ側のピックアップ、ヴィンテージトーンにしてみましょう。
リッケンバッカー社のですね90周年を記念して作られた特別仕様のギターになります。全体の重量は 3.43kg で、バランスのいいギターですね。こちらですね、限定仕様になりますので、今後入手が困難になります。ぜひこの機会にお試しください。